アントン・クラム・ロート作画によるプフォールの肖像、1892年、フェルギナント・プフォール1949年12月16日、ハンブルク・ベルゲドルフは、オーストリア・ハンガリー二重帝国出身のドイツの音楽評論家、音楽学者、音楽ジャーナリスト、作曲家。プラハで邦楽を収めた後、ライプツヒで、オスカー・パウルの個人指導で音楽を学ぶ傍ら、 ライプツィヒ大学で哲学を専攻した。ライプツィヒ時代にライプツィヒ王国時報紙やライプツィヒ日報紙に音楽評論を寄稿し、さらにハンブルク時代にハンブルク法治紙の音楽評論を担当した。リヒャルト・アーグナーやアルトゥール・ニキシュについての記事は音楽評論の多くの模範的著作とされている。さらに1913年から1934年まで、 ハンブルク・フォークト音楽院の副委員長も務めた。プフォールはドイツ人では最も尊敬された音楽評論家の一人であり、その判断は重要視された。とりわけ音楽ジャーナリストや音楽評論家としてドイツにおける幅広い層の音楽愛好家に知られていた。プフォールが作曲した作品は、生前はまさしく盛んに上演され、おしなべて肯定的に評価された。 作曲家としては、後期ロマン主義の音楽様式に従っており、とりわけワーグナーらの新ドイツ学派に影響されている。フェルディナント・プフォールとフェリックス・ボイルシュの依存である、音楽作品や著作物を保存し、できる限り身近なものにすることを目標として、1993年に、社団法人ハンブルク・プフォール・ボイルシュ協会が設立された。ありがとうございます。